残念残念。さてと、では、じゃあまず金預けとか、あんまり意味がないんだけど、まあやれる気はないんで、あんまり意味がないと思うんだけども。あ、倉庫がいっぱい。え、じゃあ加工できるかな？あ、作れる作れる。壊れないスト壁が作れます。あ、よかった。はい。じゃあこれで外壁が、完成ってことになるかな？帰還ですね。よかった、今回も帰還できて。仲間がいるとでも大変だなぁ。そうですね。はい。じゃあな、姉さん。よーし、帰還だ。なんか妙に大変だったな、今回も。今回もってか、今回ちょっと大変だったな。リクやられちゃったしな。やばい、姉さんに怒られそうだわ。サスミ姉さんに怒られそう。マナで飛ばされて、あの後何があったんだろう。マゼルに何されたんだろう。いや、ね、てか、マゼルに果敢に挑んだのかな。だけど、仲間といるときは、大概ウッポ危険ってことですね。よし。じゃあ、作りますかね。これで外カフェが完成と。あれ、また来てる。頑張ってね。はい、頑張ります。チェって言ってるよ。待ってか、腹に一物あるみたいですね、コッパ。手伝えって言いたいのかな。なんか白っぽくなってきましたね。あとは、外、なんだっけ、内壁か。内壁、二の丸、本丸。かな？外壁が完成。いや、よかったよかった。ちょっと今回も頑張りましたね。また、なんだろうな、まあ、次回、動きがなければ、また材料とか集めておき、っていう感じですかね。うん。ちょっと外出てみるか。なんか外出た途端なんかあったりするか。あ、特にないか。そっかそっか。あ、なんかあった。鬼だ。おお、イベントありましたね。まだ切るにはちょっと早かったな。来た来た。おお、つうかまだ完成してないんだけど。何やるんだ。おいおい、お前らどんだけ力持ちなんだ、おいおい。ああ、戦ってるな。素手で引き上げ。なんだこいつら。大丈夫か。あ、どこも壊れなかった。あ、そっかそっか、じゃあ壊れたりするんだ。なるほど。ああ、そういうことか。で、やっぱ、丈夫な材料で作っておくに越したことはないですね。ってことは。菊池養生。菊池養生だそうで。はい。他にはもう何もないかな？じゃあですね。ここで切りますかね。まあ次回もやってまいりますよ。特に動きがない限り、中腹までカットしてっていう感じかなって思ってるんですけども。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。